皆さんこんにちは。栃木県日光土木事務所では栃木県誕生150年を記念してさまざまな取り組みを行っています。今年は栃木県が誕生してから150年ってことで、県内でいろんなことをやってるみたいね。特に日光市では男出る道路っていうのができたみたいだから、一度は実際に走ってみたいと思ってるの。音が出る道路っていうのはメロディー道路と呼ばれていて、県内で初めて日光土木事務所が設置したものなんだ。へえ、そうなんだ。ちなみに日光土木事務所ってどんなことをやってるの？日光土木事務所ではいろんなことをやってるけども、今回は砂防堰堤の補修について説明していくよ。砂防堰堤って何？砂防堰堤というのは人々を自然災害から守るための施設で、土砂が流れやすい箇所に設置することで一度に大量の土砂が流れてくるのを防ぐ施設なんだ。これが砂防堰堤って呼ばれるものなの？なんか自然と一体化した太古の遺跡って感じだけど、知らないうちに私たちを守ってくれていたのね。そんな砂防堰堤も徐々に劣化が進んできていて、今回紹介する戸川堰堤も補修が必要になった施設の一つなんだ。これから補修設計の動画を流すので見てみてね。昔の人が作ったものを今の人が補修して今後も使えるようにしていくなんて、先人たちの思いを大切にしたいって気持ちを感じるわ。これからも先人たちの思いを未来へつないでいってほしいわね。そうだね。今後も日光土木事務所では様々な活動を行っていきますので、応援よろしくお願いします。あとこの動画の高評価とチャンネル登録も忘れずに。じゃあまた次の動画で。またねー。